はい。えー、1億円のシリーズの中にネットワークビジネスが入ってきました。今日も速化塾の久保が私の視点からですね、ネットワークビジネス。えー、そして今回はね、アムウェイって言葉が出ましたんで、アムウェイをちょっとね、えー、切り込んでみようかと思います。まあ私ほとんどネットワークビジネスのことは分かりませんので、間違えてたら申し訳ありません。ただこういう見方を久保哲郎がしてるんだな、速化塾がしてるんだなと考えていただければ幸いでございます。アムウェイっていうのは全体の会員数が75万人いると言われております。えー、こういうふうにね、 その業界のその会社の会員さんが何人いるのかなって私はまず一番最初に捉えるんですよね。アムウェイさんっていうのは日本最大のネットワークビジネスで会員数が75万人でございます。ちなみにネットワークビジネス全体の市場規模っていうのは9000億円だそうですよね。9000億円のうちの トップの会社が75万人を占めているということでございますえ。そしてこの中でですね、年収1000万プレイヤーと言われている人がどのぐらいの割合いるのかなということなんですけども、0.1%の方が年収1000万円以上だと予測されております。これはね、人数にすると、75万人のうち、なんとですね、 たった750人の方が年収1,000万以上ということで、えー、この専業で暮らしていけるかどうかなっていうところのボーダーがこの年収1,000万だと思いますんでアムウェイをされてる方の1,000人に1人ぐらいがアムウェイだけでやっていけるかもしんないと。 やっていいいけなななかもしれないそんなボーダーダですよね年収1,000万ってのはそれを専業で生きていくのは本当にね、あのー、ギリギリなんですよ、うん。特にこういうネットワークビジネスですと、うん、年収1,000万だとだいたい手元に落ちるのが650万とかね、まあ、法人でやるのか個人でやるのかも変わりますけども本当に平凡な年収なんですよ。 平凡な年収っていうのは何でかっていうと、この所得の中から自分の活動経費ってのを出していかないといけないからなんですよね。なかなか全部が経費にはなりませんので、年収が1000万っていうことはそこからですね。 やっっっぱりこう差しし引かれれる経費てていいううのが計算さままますすすでで最終的にには半分ぐらなそね年収1,000万プレーヤーっていうのはネットワークビジネスの世界で可処分所得に落とし込むと年間でそうですね400万円使えるかどうかなっていうところだと私は思いますえそしてですね月収1,000万の人に吉谷さんがあったと言いました月収1,000万の人っていうのはどのぐらい日本にいるのかなと私はねえいろんな計算をしてみると大体20人ですね 75万人のうち月収で1000万前後これはですねクラウンダブルダイヤモンドクラウン DD っていうランキング以上の方ですこの方は20人しかいないということになりますんで貴重なご縁だったですね吉谷さんねえー、ちなみになんですけども日本で トップレベルの人っていうのが山崎さんって言ってね広島大学の教育学部を出られてる方なんですけどもこの方はね在学中二十歳の時ぐらいにすでにね月収が1000年,収か年収が1500万で、あのー、上級ランカーだったんですよね、まあ、そういう方がいらっしゃってこの方がですねん20人人ののうちの1人 だったかなと思います山崎さんという方だったと思うんですけどね、あんまりだから私分からないでしょ。だからこういうふうにアムウェイを見てるときに、この競争率とあの在庫リスクでアムウェイをやるとかなり難しいなと私はあの今振り返りますね、もちろんアムウェイっていうのは私一回もやったことがないんで、本当によく分かんないんですよ。ただ、サラサラサラーっとね。 何ですかねその会社を図るときっていうのは今ぐらいのことは私やりますで多くのセールスマンの方とか多くのアムエに関わってる方っていうのは多分私が今お話したようなことすら分からずにやってると思うんでアムウェイっていうビジネスのほとんどの人がうまくいかないってことがねこれ如実に裏付けられるんではないかなと思うんですよ要するに自分がどんな世界でやってるのかどんな割合に挑戦しようとしてるのかってことも分からずにやってるわけですからうまくいくわけないですよね だからこういうことを考えていくとネットワークビジネスだろうとネットビジネスだろうとそれからね、えー、一般のビジネスだろうとまずは前提条件として市場規模はいくらなのかなとその中でどのぐらいの平均所得があるのかなとそれにはどのぐらいの過剰運所得があってどのぐらいのライバルがいてっていう社内ライバルですよねアムウェイはアムウェイの中でアムウェイの商品を売る競争をメンバー間でしてるわけですから誰かが圧倒的に売れば。 誰かが圧倒的に売れなくアムウェイという会社がどのぐらいの市場規模を他のの、ね、会社他社さんに先駆けて、えーまあ、マーケットシェアを取れるのかっていうところも、ね、ありますんでねそういうふうにビジネス視で考えていくとネットワークビジネスをやってる方っていうのは自分がいかにね不利な状況でやってるか。 ととといいうことに気づくと思います要するにビジネスのセンスがあるかないかっていうのはこういうところに現れてきてどんなもはやねどんなビジネスをやるにしてもネットワークビジネスだろうとネットビジネスだろうと店舗だろう会社だろうとその法則を用いていけば手を出しちゃいけない分野と手を出すべき分野っていうのが分かってくるんですよね。えー、ネットワークビジネスはやっぱりね多くの方には向かないです。 うん、こういう風な商品知識も業界知識もなくやってしまうっていうねそのセンスのなさそれから紹介を出せるそんなねトークスキルもないし余裕な時間もないしなんせね知り合いが少ない人がネットワークビジネスやったらうまくいかないですよね。ままあ、ま以上のような感じで私は分析ししておりますす失礼します